キング・コングは2005年のアメリカ映画であり、ラブロマンスとホラーの要素の入ったアクションアドベンチャー映画である。1933年の映画、キング・コングのリメイクであり、同作を見て映画制作を志したというピーター・ジャクソン監督の悲願の企画であった。本作の放題は1作目と同じくが入る。2005年のアカデミー賞においてアカデミー資格効果賞。 アカデミー音響編集賞、アカデミー録音賞の3部門で受賞した。キングコング本作では、ジャクソン監督が、ロード・オブ・ザ・リングシリーズで培った、特撮技術が最大限に活用されている。しかし監督曰く、この作品が、ロードを超える作品になると確信しているとのことで、あくまでその特撮技術は、キングコングを描く上での重大なポイントとは、されていないようである。 物語の中盤における舞台であるスカル島の場面では、シャッタースピードを落としたブレのある映像など、同監督の初期作品に見られるようなホラー、映画的演出を施された映像が散見される。またジャクソンによる、ブレインデッドのオープニングシーンは、本作や33年版、コングの舞台となった島であるという設定で、1958年、スマトラオキスカルアイランドというテロップが入る。 それとこうして本作のベンチャー号の貨物室のシーンにはブレインデッドに登場するスマトラン・ラット・モンキーの名前の入った木箱が積まれているのが確認できるストーリーラインは基本的にオリジナルと同じだが登場人物やその設定は大幅に変更されスカルトの生物が架空のものになっている等の変更が行われている多くの生物たちやニューヨークの街並み 背景に至るまで映像全般にわたり緻密な CG が用いられている。2005年度アカデミー賞において視覚効果賞、音響編集賞、録音賞の計算部門を受賞している。制作には2億700万ドルという拒否が投じられ、その一部はジャクソン自身が自腹を切って捻出した。これはスパイダーマンさんが塗り替えるまでは映画史上最高額であった。 ピーター・ジャクソンは、初代アンダロー役のフェイレイを、ラストシーンに出演させる予定であり、実際にフェイの快諾も得ていたのだが、クランクイン前に急成したため実現は叶わなかった。飛行機じゃない、美女が野獣を殺したというカールデナムのセリフは、もともとは見物人役のフェイが口にする予定だった。田中義樹による、ノベライズ小説がある。1930年代。 世界大表校歌のニューヨーク。失敗作続きの映画監督カールデナムは、スポンサーからも次回作への出資を断られ、監督人生の瀬戸際に追い込まれていた。そんな中、脚本家のジャック・ドリス・コリア、失職した舞台女優、アンダローラを言いくるめ、どこからか入手した地図に描かれた謎の島、ドクロ島をカメラに収めるべく、密輸船ベンチャー号で強引に出港してしまう。 霧の中、座礁しながらも島にたどり着いた一行。しかし、不気味な島民の襲撃を受けて、録音技師のマイクが槍に刺されて死亡し、ついには案を奪われる。彼女を救出すべく武装して、島へ乗り込んだカールたちは島民たちを蹴散らすが、彼らが独ロ島の王者として崇める凶暴な巨大ザル、キングコングの生贄にされた案は、コングによってその根城へと連れ去られる。 激しくコングを拒絶していたアンだったが、やがてコングはアンの立ち振る舞いに強い興味と理解を示し始め、アンもまたコングの内なる優しさに心惹かれていく。一方、島の奥へと捜索に向かったカールとジャックラ15名が見たのは恐竜をはじめとする絶滅したはずの原始動物や独自の進化を遂げた巨大な昆虫たちだった。 数多くの犠牲を払いながら島を探検し、コングからアンを奪還した、カールたちは、コングをクロロホルムで眠らせて、ニューヨークへ連れ帰ることに成功する。カールの目論見み通り、ニューヨーク中に一大センセーションを巻き起こしたキングコングだったが、ショーの最中に興奮して鎖を引きちぎり、アンを求めて、市街地を暴れわる。顔を覚えられてしまったジャックはタクシーを使って、彼を誘導し、 コングは、アンとの再会を果たす。しかし、そんな両者の間を引き裂くように、アメリカ軍の攻撃作戦が始まってしまう。地上での攻撃を避けて、エンパイアステートビルに登ったキングコングに、航空機の容赦ない銃撃が襲いかかる。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド内にある、キングコングのアトラクション全世界の工業成績は5億4700万ドルとなっており、 成功と言える部類ではあるものの2億700万ドルという巨額の制作費やジャクソン監督による前作ロード・オブ・ザ・リング王の期間の11億1800万ドルと比較するとやや期待外れな結果となった特に日本では予想外の不入りで一般紙で取り上げられるほどだった1976年版がアメリカでは不審だったのとは正反対の現象が起きたことになる 日本国内における不審の原因として、コング等の売りとなる怪獣が登場するまでに1時間近くの人間ドラマがあるという構成を含め、いわゆる怪獣映画としては3時間という上映時間は長すぎるとの批判もあった。その他にメディアによる宣伝力の多くが同時期に公開された男たちのマトに裂かれていたことも原因の一つと考えられる。一方、 作品としての評価は高く、米映画レビューサイトロッテントマトズでは84%のフレッシュを得ており、数あるコング映画の中では33年のオリジナル版に次ぐ高評価となっている。日本では2005年度のキネマ旬報ベスト10で、同年に公開された全映画中9位の高ランクに選出されたが、前年に王の期間を3位に選出した読者ベスト10では11位だった。 日本では田中良樹による本作のノベライズが行われ、映画公開前の2005年12月17日に、集英社より発刊されている。なお、小説では、細部の設定が映画のものから変更されているほか、時代設定が、キングコング第1作が公開された1933年だと、明言されている。ありがとうございます。